ビーミーヤ破天荒夫婦珍しい、これリキアが浸透しちゃうリキアが浸透しちゃうリキアがいないということは今日はリキアにドッキリしますハニートラップを仕掛けてリキアが浮気するのかどうかをモニタリングしていこうという企画です、はい、ほぼ確実に浮気はするんですけど浮気しそうになったところでみやびが止めるっていう行かないでみたいな止めたらどういう反応するのかっていうのを検証していきたいと思います。で、まあ僕たち2人じゃね動画成立しないんで仕掛け人を今日は呼んでおります。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トイレンです。ヨーコです。よろしくお願いします。トイズチャンネルさん、はい、はい、初コラボ。チャンネル登録者数が13万人です。13万。大物。いやいやいや、再生数2倍以上。トイズチャンネルさんの普段カメラマンされてるコーツさんが、はい、カメラマン今日ちょっと今やってくれてるということで、はい、ヨーコさんに誘惑してほしいということで、はい、いやちょっと頑張ります。そういうキャラじゃないんですけど誘惑してみます。そういうキャラに見える。見える見える悪口絶対浮気するっていうのはもう決まってるんですね。ほぼ確です。ほぼ確陽性なんで、すぐついていっちゃうんですよ。なるほど。マジでこれガチで。さすがにナンパされてかかるかどうかちょっと怪しいんで、はい、ファンですね。リキアさんですよねみたいなところから言ってもらいます。なるほど。事前にあのリキアの従業員の子に予定を取り付けてもらってます。この後で、その予定を直前でドタキャンします、うん、ってことは空いてるんです予定が。なるほど。でそこに入る。そこからもうこう流れに身を任せて、はい、で僕とみやびとれんさんで、はい、モニタリングしながら、うん、陽子さんに遠隔で指示出していって、陽子さんは僕たちのおもちゃに。なるほど、はい、大丈夫ですか。なんかでんぐり返ししてるからあんまちょけない方がいいんですか。その指示出しは怪しまれへん。ギリギリ攻めたい。 OK です。じゃあでんぐり返しは OK ですね。 OK そうですじゃあなんでも OK 頑張ります。はい、リキアハニートラップドッキリやっていきたいと思います。せーの、ピエ。どっから来るかわからんし、そもそも俺らの資格に来る可能性あるよ。確かにこの真下やったら終わって真下やったら終わり。従業員の子に言ってるのは、ロテ屋の向かいって言ってるんで、はいはいはい、だからそこに来るはず。そこに来んかったら来ない生えてるもう時間過ぎてるんや。遅刻してるやん何に遅刻常習犯やったら。しかも2人が信用もない。来た。あれ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 、待ってる。来たけど待ち合わせ相手がまだ来てない。なるほど。じゃあドタキャン連絡入れてもらいます。お願いします。はい、多分もう来たはず。電話してる電話してる電話してる出ちゃうじゃん。電話え電話出ちゃうじゃん。電話してやんといて言うとくわ電話でやんといて。あ、どっか来そう、どっか来そう、どっか来そう。やばい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 。あ、やばい。ヨーコちゃん行って、ヨーコちゃん行って、ヨーコちゃん行って、帰ろうとしてる。あ、すいません。ヨーコめっちゃファンです、めっちゃファンです。めっちゃファンです。いつも TikTok 見てます。ありがとうございます。めっちゃイケメンです。あれ、そうか、ジャニーズですか。え、ジャニーズではない。ジャニーズではない。え、いけます。ジャニーよいしょよいしょ。いけます。昔は目指してました。え、今もいけますよ。もったいない。キンプリいけます。キンプリ。キンプリ写真撮りたいんですけど。はい、これは追いましょうか。いいですか。はい、ありがとうございます。グリッコが倍がいいです。ああ、はい、私も今友達と待ち合わせしてるんですけど、はい、それまで一緒に時間潰せたらなって思って。ああ、まあ、あの、本当に、まあ、なんか本当ですか。いや、帰ろうか。え、はい、いいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、LINE おかけを、早くおかけを。インスタですか。あ、インスタは LINE の方が。じゃあ、打ちます。はい、ありがとうございます。私、可愛いですか。めっちゃ可愛いですありがとうございます。惚れました。惚れました。あえ、でも、奥さんいますよね。いますよ。でも、好き。ライクの。え、ラブにはなれないですか。ラブですか。はい、ただ、離婚することがあって。いや、あ、別に離婚しなくても愛人みたいなパパ活ですね。いや、そういうわけじゃないです。普通にお金いらないんで行っちゃいますか、はい、引き止めて引き止めて。お茶だけでも通りか。
お茶、はい、お茶暇なんですよ。お茶とか飲まないです僕。あ、じゃあお酒、お酒、お酒じゃ大阪の友達と遊ぼうって言ってきたんですけど、まだ友達が仕事終わってなくて12時ぐらいに来るって。なんで一緒に行きましょう。いやいやいや、怖い怖い怖い。めっちゃ強引な女。強引な女絶対なんか後から半グレ出てくるパターン。いや違います違います。ちょっと待って。違う違う違う、私も教えてください。いや、ないですね。あ、アホちゃう子っていう。アホちゃう子、はい、自分の店なんですけど。あ、めっちゃカップルに見られるからやめてもらえない。いいじゃないですか。ダメですか。いや、ちょっと内緒で人前でイチャイチャするのが結構苦手なタイプ。じゃあ普通に隣に歩きます。はい、ご飯行ってください。ご飯、はい、うわ、ご飯行くんちゃう。ご飯、嫁に言います。嫁に言って行く、はい、じゃあ嫁に言わない方がいいな。普通にやましいやつじゃないんで。あの、遅くなるってだけ。最悪友達断るんで、ゆきやさんがいいって言うんだったら。いやいやいや、怖いわ。案外すんなり承諾しやんな。確かに。ちょっと嫁のこと気にしてるやん。おすすめだったら。ちょっと喜びにやめてくれます。テラス席があるとことかがいいです。外が。うちの店で全然気使わんねん。あの、夜風が涼しいから。食べるのもやるのもテラスがいいな。あの、食べるのもやるのもテラスがいいです。私、力也さんとお友達になりたい。友達になる分は全然。まあでも、そこから段階踏んでってみたいな。力也さんだったら抱かれてもいい。はい、昔前なら今から5秒後に行ってますね。えー、今はめちゃめちゃ楽しんでる。彼が浮気をすると、もしも何かあった時も。私でも誰にも言わないです。これちょっと待って、見失った。どっか行った。頑張って探さないと。やばい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 。こっちっぽいですか。コウタくんが追ってくれてるはず。あ、コウタいた、コウタいた。あ、追った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 。ここね。わー、なんか夢みたい。やばいやな。めちゃめちゃ近いので人目気にした。めっちゃ怖い。初めてこういうの。僕も久しぶりにこの感覚。本当ですか。でも慣れてますよね。楽しんでる。昔ちょっとホストやったんで。あ、そうなんですか。わー、騙されちゃう。当時やったら騙してるかもしれない。いや、もう騙されてますね。あ、どうしようかな。飲みますか。あ、全然任せます。飲むなら飲もうかな。嬉しそうだ。口移しがいいな。あ、でも別に力也さんの口移しだったら何でもいいかな。誰なんだ。いや、すいません、ついつい結構こうやって口説いてます。キャラなんですか。力也さんって夜も破天荒なんですか。夜の方が破天荒。え、そうなんだ、羨ましい。めちゃそうだな。ありません。夜の方が破天荒って言ってましたね。そうやったんや。え、なんか辛い辛い。それは不倫やろ。何歳ですか。27です。早頼むよ。早く頼んでもらっていいですか。でも優しいですね。決断力煽っても怒んないですね。なかったから結婚37年間できなかった。なんかもっと早く出会ってたらな。ねえ、早く出会ってたらね、もしかしたら結婚してたかも。はい、なんかもう私のこと気になってますよね。なってませんね。あ、いろんな意味ではなってますけど。本当ですか。ガード硬いですね。ガード硬い。なんかもっと知ってもらいたいです。じゃあ、はい、奥さんと私どっちといる時が楽しいんですか。気になるわ。奥さんと一緒にいる時と私といる時どっちが楽しいですか。いや、こんな10分ぐらいじゃ分からんやろ。結構真面目。正論正論。じゃあ私が盛り上げます。じゃあ私が盛り上げますね。お願いします。ついてきてくれるかな。いいと思う。寝れてんちゃうぞ。嫁にだけ LINE 入れるから。え、でも言ったらこの後一緒にいれなくなりますよね。止めて止めて。逆難されましたって。え、ダメダメ。 LINE だけはお願いします。土下座しようと立ち上がって。土下座するふり立ち上がって。土下座するんで、あの、いいですか、やめてもらっても。何やめてくれますか。やめてくれますか。あ、ありがとうございます。奥さんの好きなとこってどこですか。存在。存在。あの、怒ってても泣いてても、言ってる人が今一緒にご飯食べてます。笑ってても、いてくれるだけでいい。それ私じゃん、私のこと。それ私ですよね。私のことも好きってことで合ってますよね。存在が好きってことは困ってる。マリファナじゃなくて困ってる。絶対変な薬系言ってるでしょ。いや、言ってないです。それはリキヤさんですよね。僕は言ってないです、うん、あの、バイアグラぐらいです。私バイアグラ必要ないぐらい。本当ですか。いけますよ、いけますよ。
他にお嫁さんの好きなところとかあるんですか？ない。え、存在だけ？はい。ブスでしょ、おならこくでしょ、うん、ゲップするでしょ、金ないでしょ、ボロボロやん、やばい、うん、悪口だけど、息臭い、足臭い、品がない、うん、変わります、ね、めっちゃ好きじゃないですか。ある意味あんしてください。でその後ありがとうってちょっとみやびのことを思い出してもらおう。はい、あん。何のためにやねん。何してんの。あんしてください。いや、嫌です。あんしてください。いや、こう配置回ろうか。このまま行きますか。いいです。なんかあの神様から愛した方がいいよって。あ、じゃあもう、はい、あ、ありがとう。見てるんで結構ガード高いっすね、うん、もっとすんなりいくと思ってた。僕も人の旦那ですけどもっとすんなりいくと思ってました。テラス席やからっていうのもあるかも。人目気にしてるから。あ、全然信頼してないじゃない。こうやってなんかご飯行くことあるんですか、他の女の子と。昔はそんなのしょっちゅうありました。結婚してからは。いや、あるもありますよ。内緒で。内緒はない。別に聞かれてもやましいこと。あ、じゃあ普通に正直に答えるんですか。はい、うん。みほびちゃん何も言わない。言わないです。言ってたらまず結婚しないです。あー、なるほど。僕それは無理なんで。もう結構自由にやってほしいタイプ。自由にやらないと僕はお金稼げないので。あー、なるほどなるほど、はい、でもちゃんと奥さんに言おうとする姿勢いいですね。言わないとお金稼げないし、うん、欲しいもの買ってあげれない。今、リキヤさんのことも妊娠しちゃったかも。今私妊娠しちゃったかも。ここで構えます。はい、いっぱい飲んでもらった方が私のこと可愛く見えるかなって。僕は同じ量で飲めるんやったらどこまでも飲めます。私が頑張んなきゃ。そうです。おお。日本酒とか乾杯しますか。いや、大丈夫です。2軒目行きたいんで早く食べてもらっていいですか。2軒目は行きません。早く食べないと奥さんに言いますよ、私ってやったこと。セックス。奥さんに今、はい、力学の写真送りますよ。大丈夫、全然言ってもらって大丈夫。あ、じゃあもう奥さんに DM しよう。はい。うそぴょーん。うそぴょーん。なんつってせっかくの2人の時間ですから。昔これぐらいぶっ飛んでる僕お客さんいてて、はい、懐かしいです。懐かしいですか。いたんですか。急に立ち上がって一緒にしないでって。めっちゃ変な使い方するの。え、そんな変だったんですか。一緒にしないで。一緒にしないでもらっていいですか。あ、他の女の話しないでよ。他の話しないでよ、女の。やばいやつ、やばいやつ。片言で私疲れたよ。もうあの片言で疲れたよ。なんでもない。なんでもない、なんでもないよ。なんでもないよ。何みたい。星？いや、そういうわけじゃないじゃん。え、てか本当に早く食べてもらっていいですか。ごわへん。じゃあもうおしまい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、はい、リキヤ、奢ってくれてありがとう。リキヤ、奢ってくれてありがとう。ありがとう、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 充電発で。ありがとう、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 ありがとう。嫁のこと思い出したか。嫁のこと思い出したか。うん。じゃあ終わり、立ってください。こんな話って変か。食い逃げになるから。逃げろ、力也。力也、先逃げろ。食い逃げになるから。大丈夫、気にすんな。先逃げろ、気にすんな。私のことはいいから逃げて。ホテル行こうぜ。すいません。手強いな。手強い、手強い。みやびのことを思ってるんやわ。お、すごいポジティブ。それか、頭バグりすぎてほんまに怖がってる。やりすぎた。やりすぎた。一緒に泊まってください。どこに。ホテル。ホテル、はい、ラブホテル。ラブホテル。バリアンがいい。バリアンがいいな。一番定番やバリアン。はい、
くんですかね。バリアンがいいな。ちょっと行きたがってるやん。だって観光地ですよね、バリアンって、うん、バリの旅行気分を味わえるホテル。じゃあ一緒に行きたいな。じゃ行きましょう。行くの行くの大丈夫ですか。本当に大丈夫です。やったこれ。やばいやばいやばい。ほんまに行くんか。ちょっと嫌になっとるやん。ちょっと嫉妬するわ。そんな指示出してるの僕らだけどめっちゃ複雑なんですけど大丈夫ですかこれ。これほんまに入ったら不倫やからね。バリアンって中はどうなってるんですかね。バリアンって中どうなってるんですかね。あ、普通のホテル。あ、そうなんですか。中も見たい。行くって言ってるじゃないですか。はい。私の中も見たい。私の中も見たいですか。はい、もう全部見たい。ああ。もうやばいやばいやばい。酔っ払ってんなこれは。今のクロスよね。これが俺らの知ってる力や。私って見た目的にやれるんですか。はい、やれます。すぐにでも立ちたい。スイッチ入ったら早くないですか。やりすぎやな。私のどこから舐めたいですか。私のどこから舐めたいですか。もう全部もうここキモキモキモ。バリアンすぐ行きましょう。はい、これ逆ドッキリですか。僕騙されてますよ。ガチです。え、これガチですか。ガチです。でも力也くんってどこからが浮気なんですか。子供作ったら。子供作ったらどこまで本気か全く読めない、うん、分かんないですよね。早帰りたいから逆に言ってる可能性。確かに。ほんまにバリアン行くんかな。見に行くだけ。今までもやってた可能性もあるもんな。いや、それはそうですよ、そうですよ、そうですよね。ほんまや、これで行ったら全科もんや。全科20ぐらいあのヤバい女できるって言ってた。いつもは浮気しないんですか。浮気しかしないです。浮気しかしない。使えないやん。前回100。じゃあ今も浮気。いや、これは浮気じゃないです。子供ができてから浮気って言ってましたもんね。あ、100人できてますよ、もう残ってます。あ、そうだそれは失礼に当たるんです。飲むのっていいですか、うん、とりあえず酔っ払っちゃうな。きつい、まずい、きつい、まずい、まずい。お酒飲むとテンション上がるんです。いや、もちろん大きい声で。もう、はい、全身自制心を失います、お酒飲んだら。猿みたいな言い方。いや、すいません、ありがとうございました。あ、すいません、ごちそうさまです。こっち来るかな。だから、バリアンやから、そうやね、こっち来るんや。バレるやん。じゃあバリアンに先回りやん。バリアンに先回りやん。コウタ君に任せよ動画は。そうっすね、こっち行きます。こっちだ、こっちだ。すいません、ごちそうさまでした、はい、ありがとうございました。バリアンってどっちですか。雅は走れない。あ、バリアン行きたい。じゃあこっちで。バリアン何回目ですか。バリアンもちょっと緊張してるから今結構、じゃあ常連なんですね。ちょっと立ち止まって深呼吸していいかな。あー、ちょっと緊張してるんで、ちょっと待ってください。あ、あっちだ、あっちだ。ガチで行く感じ。深呼吸もう一回して。じゃあホテル着いたら、はい、すぐ、すぐ飲んでくれますか。ホテルでですか、はい、え、まだ。もう玄関で、いや、まだに。おしっこするんで飲んでもらっていいですか。まだに。おしっこするんで飲んでもらっていいですか。まあ、力也くんのなら、まあ、力也くんのなら、まあ、すみません、玄関まだ分かんないですもんね。まだ行くか分からん。前まで行くだけかもしらん。うわ、感動します、なんか信じきるみたいな。友達待ってる時に会えてよかった。運命だと思ってます。運命ですね。運命感じてますよ、向こうで。ちょっと一回リキアに LINE 送ろうか。これバリアンなんで。うわ、ここ隠れよ、隠れよ。こっから手繋いで出ていこう。ちょっとスタレンしとくわ。なんか悪いことしてるのっていいですね。携帯見ろ、携帯見ろ。でも子供さえできなければ、はい、浮気じゃないんですもんね。はい、そうです。緊張する。電話しよう。あれ、あれ違う。バリアン。あれですね。はい、え、ここラブホガイってやつ出ないね。そうなんだ。行きます。行きます。もう行きます。どうします。来てる来てる。観光地で有名だから、バリアンが。ドキドキ。そんなテンションじゃない今。来たらもうネタバラシしようか。行こう。手つながったり。6時からここめっちゃ安くなるから。はい。6時まで飲みましょう、今から。いやいや、今行きましょうよ。6時まで飲みましょう。今行きましょうよ。普通にやりましょう。私らもちょっとバリアン行こうかな。バリアンやな、やっぱ
何言ってるの？プリン。いや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 。そうなんダメだよねレン君。そういうことちょっとね。おいおいちょっと待って待って。おい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 。あーそっちか。すいません。おおおお。いや行きますもん。いやいやいや。ロッキーやな。ロッキーやな女が近づいてきたら、はい、あのハニートラップかかるのかっていう、はい、かかってやろうと思った。そういうパターン。そうベロベロに弱して帰ったろうと思って一人で。おまか。それは行かないとわからないから。めっちゃノリノリでした。めっちゃノリノリです。僕たちユーチューバーなんですよ。はい、あそうなんすか。すいません。トイズチャンネルって申します。あ、トイズチャンネル。すいません、本当はユーチューバー。大物ユーチューバーさんや。いや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 。ちょっと、ラブホ前で喋るの変だ。すいません。とりあえず言い訳聞こう。はい。言い訳タイム。途中で思ったのは、ドッキリ系なのか、変なやつなのか。やっぱちょっと勘ぐったんですか。はい。うん、星見てるとかって言うてる時に、結構周り探したんですよ。で、おらんなと思って、はい、じゃあそう、やばいやつだろうみたいな。注射痕見てもないし、まあ、ワンチャン葉っぱでもこんだけ飛ぶしなとか思いながらホスト時代を思い出して、はい、実際いたんですよこういうちょっと吹っ飛んだけ。だからこの対処法やと思って逆に全部乗っかってやろうみたいな。ほんでホテル入ってたらふく飲ましてベロベロにして記憶ぶっ飛ばして帰ってやろうと。ほんまか。ほんまじゃないかもしれない。だからかなんか途中からめっちゃ乗ってくれるなって思ってたんですよ。うん、もうこのままいけるかもみたいな。でもみやびちゃん見てるしなって思いながらもう。見てなかったら行っちゃった。ワンちゃん。いろいろおかしい、いろいろおかしい。ちょっと待った。俺ライン交換してるわ。うわやったね。僕完全に途中から俺はめられてんだなと思って、めっちゃ二人に。これどっちですかどっちですかって言ったんだけどなんか全然笑ってなくていやいやいやガチですよみたいな感じだったから、うん、僕は昔からこのスタイルです。もう変なやつがおったら僕はそれ以上に変なやつになるが僕のテーマなんで、うんうんうん、それに行こうとしてただ酒全然飲まへんなと思ってもしかして弱いですか。めっちゃ弱いね。あ弱いパターン。ビール全部飲まされたんですけど結構酔っ払ってます。ただ一個言いたいのが全部指示受けてやってたんですよ。ああなるほどね、はい、半分ぐらい指示してないですよね。おい嘘つくなよ。でもコラボすること知らないんですもんね。知らないです。この後すいません一緒にちょっと撮影お願いしてもいいですか。すいませんずうずうしく。ちょっと待ってケツの時間大丈夫か。大丈夫や。断られて空いてる。このドタキャンも僕たちのやつです。じゃああいつがお前らの指示をしたかったとこだよな。そうよしクビにするあいつ。はい決めました。もうクビです。スパルタ。ちょっとみやびちゃんなんか落ち込んでますもん少し。そうだよ。いや本当ごめんなさい。不倫やからねあれは。ホテル行ったら不倫やろ。ホテル行くのはしゃあねえよ。ごめんなさい。許さんからな。嫌われた。まあ許さんけどリキアのことを許したるわ。優しい奥様。心の中では許さんけど。おいちょっと待って俺は連絡しようとしたから。こっちだって何回も電話したし。そうやスタレンしたやん。気づいてへんわそんなの。確認しろ確認は。お前これ板客がやるやつや。本当だ。すぐブロックするわ。このやつこの後なんかコラボするんですか。はい、僕たち企画ちゃんと考えてきてるんで。大物 YouTuber さんやからね。いやマジで全然違う。登録者数だけ聞いて。聞いたって。何もですか。130万人。漏れなお前。こういうやつ大体1300人ぐらいしかおらへん。いやいやいや。あ言いづらくなったボス。リアル13万人。あ。ぜひコラボしましょう。早い早い今から。よしやりましょうやりましょう。この後トイズチャンネルと破天荒夫婦夫婦交換パーティー。いやいい行きます。バイバイ。バイバイ。ごめんなさい。全然いいですけど。実はお前嫉妬するタイプやろ。うん嫉妬してた。かわいい離婚間近になってきたわ。早い。ずっとファンだったんでめっちゃ嬉しいです。 ありがとう。生ありがとう。僕もずっとファンでした。絶対知らなかった。